同社の最新駅 A350 セイシェル航空のエアバス A330 から200エアバスはヨーロッパの航空宇宙機器開発製造会社。設立当初の事業体の名称はエアバスインダストリー GIE であったが2001年に株式会社化されて現社名に変更された。民間航空機メーカーとしてのエアバスは2000年以降 親会社の航空防衛企業であるエアバスグループの子会社として位置づけられていたが2017年1月に両社が合併し存続会社名をエアバスとすることでこの関係を解消した2017年3月1日日本の経済産業省はエアバスと日本企業の連携を強化する覚書をフランス政府と締結した1960年代から続く アメリカ企業の世界的な旅客機市場の河川に対してヨーロッパ諸国が危機感を抱く中、1970年12月にフランスと西ドイツの企業による共同出資で設立された旅客航空機の製造販売を主な事業内容としており、21世紀前期前半においてはアメリカのボーイングと市場を2分する巨大航空機メーカーとして世界市場で 激しい競争を繰り広げている。なお、エアバスとは、行動が滝の流星の初期、バスのように気軽に利用できる飛行機の時代を言う、航空用語をそのまま社名にしたものである。また、中華人民共和国では、空中客車と表記する。一方で、同じ中国語圏の香港や台湾などでは、バスの音の当て字で、空中橋と表記されることが多い。 ジェット旅客機時代になり、開発費の高騰などから、ヨーロッパの既存の各社が単独では、アメリカ合衆国の航空機メーカーであるボーイングや、マクドネルダグラス、ロッキードへの対抗が難しくなったことから、フランスのアエロスパシアルと、西ドイツダサが共同出資して1970年12月に、設立され、中型機の製作に取り掛かった。これは後に、 エアバス A300 となる機体で、イギリスのブリティッシュエアロスペースとスペインのカーサも参加して4カ国体制となった。最初に完成した A300 はノウハウ不足などから、航続距離不足や信頼性不足などを指摘され、売り上げは苦戦。エアバスは膨大な赤字を抱えたが、フランスと西ドイツ政府の全面的な援助によって乗り切った。これをきっかけに、 技術力を大幅に高めたエアバス A320 で大成功を収める。以後、急速に売り上げを伸ばして、マクドネルダグラスを追い抜き、ボーイングに迫るまでになった。当時、新型機の開発が迷走していたボーイングは、エアバスの躍進に脅威を感じると大規模な避難キャンペーンを開始。特にエアバスがフランスとドイツの政府に手厚く保護されていると示談した。 それに対してエアバスはボーイングもアメリカ合衆国政府と一体となっていることなどから明らさまな政治的売り込みを批判し双方が裁判に持ち込むなど泥試合となった。ボーイングはアメリカ合衆国政府とエアバスグループは欧州連合と密接に結びついているため両者の争いは極めて政治的な色合いの強いものだった。2001年にエアバスが完全に株式会社化し、 組織体制の避難合戦は収束した。また、中華人民共和国の国有企業である、中国航空工業集団講師との合弁で、天津に EU 域外では、初の生産拠点を開設したのに続き、2015年には、米国初の製造拠点も完成した。その後、2017年1月に、親会社のエアバスグループと合併、存続会社名をエアバスに変更した。 アメリカの大型ジェット旅客機製造メーカーは合併、統廃合の結果、ボーイング一社のみとなった。ロッキードは1984年に旅客機から撤退、マクドネルダグラスは1997年7月31日にボーイングへ吸収された。現在、旧西側諸国で大型旅客機を製造しているのは、ボーイング、エアバスの二大メーカーだけであり、 抜きつ抜かれつの熾烈な競争を繰り広げている。旧マクドネルダグラス機材ユーザーの多くがエアバスにく替えしたことなどから1999年には販売時中数で初めてボーイングに勝利し新型機開発に関するボーイングの迷走を尻目に着実に販売数を伸ばした。しかし2005年に体制を立て直したボーイングは787。 と747から8の開発を発表。さらに超大型機であるエアバス A380 の生産の遅れが発表されると形勢は逆転した。市場シェアは2004年度を54%、2005年度45%と減速しているが、2007年の売上では再び逆転して首位に立った。エアバス機の特徴である窓側に配置されたサイドスティックと 操縦席の正面のグラスコックピットボーイングと比べ、進行の会社であるため、機体に先進的な設計思想や技術を取り入れ、斬新な機体設計が行われている。エアバス A312 は、フライバイワイヤや電子式集中加工空気モニターなどの先進的なシステムを導入、エアバス A322 民間旅客機発となるデジタルフライバイワイヤや、 グラスコックピット、サイドスティックによる機体操縦を導入したほか、機体に新素材を導入するなど次々と新機軸を採用した。その結果、機体の扱いやすさや燃費性能を向上させることに成功し、これが1980年代後半からの同社の躍進につながった。この動きを見たライバルのボーイングも自社機のハイテク化に取り組み始め、 ボーイング777以降の機体でフライバイワイヤーを採用するなど機体の設計思想にも影響を与えた。しかし、両者の設計思想は対照的でエアバスがフライバイワイヤーの採用により操縦デバイスをサイドスティック化しコンピュータ制御によるメリットを全面的に取り入れた操縦システムを搭載したテクノロジードリブンを採用したのに対し、ボーイングが フライバイワイヤ導入後も操縦管に、かつてのケーブルやロットによる機械的リンクを介して、油圧アクチュエーターを駆動させていた重みを擬似的に再現したマーケットドリブンを採用しており、機械重視のエアバスと人間重視のボーイングといった色分けになっている。エアバスがテクノロジードリブン路線を取った背景には、航空機の安全設計が向上した1980年代後半以降、 飛行機事故の発生原因が機体の設計よりパイロットのミスや整備不良が原因となることが多くなったからである。エアバスではこの実情に鑑み、パイロットのミスと思われる場合には手動操縦より自動操縦システムの設定が優先される仕様を取り入れていた。しかし、皮肉にもこの仕様が裏目に出る形で1988年に エールフランス296便事故が1994年にはアエロフロート航空593便墜落事故と中華航空140便墜落事故が発生した。この結果、翌1995年の受注数が急激に落ち込むことになり、現在ではボーイングでも採用されている操縦艦を操作すると自動操縦が解除される仕様に回収されている。 またエアバスは部品の供給や機体の一部制作、共同開発など各国の航空機を手掛けたい企業と提携関係を持つことでその国への利益の還元で販路を確保する戦略を打ち出し成功を収めている。この戦略は後にボーイングも真似ることとなり新型機の開発にあたっては日本企業への積極的なアプローチなども行われている。エアバス機には 基本的に貨物室の火災警報装置が取り付けられていないが、これはフランスの航空法で義務付けられていないためである。しかし、火災警報装置の取り付けが義務化されているアメリカなどの国で運航している機体にはすべて後付けされている。エアバスの製品群は1970年代初期に運航が開始された世界初の二列通路の走破機。 エアバス A300 から始まった。A300 の単当があったは、エアバス A310 として知られる。西ドイツとフランス政府の全面的な支援を受けたエアバスは、革新的なフライバイワイヤー制御システムを備えた、エアバス A320 の計画を立ち上げた。1980年代後半に運行が開始された、A320 は、大手航空会社のみならず格安航空会社でも、 多数が導入され、商業的に大成功を収める。その後もビジネスジェット機需要の高まりを受け、エアバス A318 及びエアバス A319 等単動派生系を開発。延長型はエアバス A321 として知られている。これらの新型機によってボーイング737型機の後期モデルは激しい競争を強いられるようになった。 長距離路線向け製品であり、1990年代初期に運行が開始された総発のエアバス A330 及びエアバス A340 は、ウィングレットによって強化された有能な翼を備えている。A340 から500はボーイング777から 200LR 型機に次いで商業ジェット機で2番目に、長距離である 16,100km の航続距離を持っている。 エアバス A380 は世界最大の民間旅客機である。特徴は総2階建てある。ボーイング747に対抗するために開発された。しかし、A380 がほとんど納入数では終わりに近い2017年には改良型の A380 プラス型が発表され、航続距離が 300km 伸び、最大積載重量も3トン増えている一方で、 ボーイング側では変更や改造を主眼とせず貨物機を主体とした売り込みを行った。貨物型の受注をすべて失っていた A380 は製造機数で747に一向に追いつかない状態となり2019年2月には2021年をもって製造終了とすることを発表した。航空機市場は小型機の a 百二十と三十七 または、中型機の A350 と787との、市場となり、今後は、わずかな注文でしのぎを削る状態となった。A350 の長動型である A、A350-1000 はボーイング777より軽く、かつ、客席数も、わずかに多いことから、777の次世代型である 777X を現在ボーイングでは開発中である。 エアバスより一歩遅れた開発力をボーイングでは今後挽回できるかが課題である。エアバスは2006年をもって A300、A310 の受注受付を中止して2007年7月に生産停止することを発表し、30年間にわたって生産された A300 と A310 の従業員を他のラインへ配置転換する見込みである。 もっとも AA310 は1998年以降生産が止まっている。2019年2月にエアバスはエミレーツ航空から受注変更を受けたことに伴い、2021年をもって AA380 の生産を終了する予定を表明した。2021年はエミレーツ航空向けの受注分の残りが完了する予定となっていることによる。なお、 A380 が生産終了となれば、エアバス社の民間航空機の製造ラインから4発、エンジン機が姿を消すこととなる。2016年1月現在、ボーイング787とボーイング777に対抗する、大型ジェット旅客機 A350 も就航している。初期の設計では、A330 をベースとしていたが、一部の、 航空会社から不満の声が出ており、機体の再設計を求める声が出てきた。そのため、A330 とは別の新設計とした A350XWB が開発されたが、A330 の改良型 A330NEO も開発が進行している。水素燃料機など温暖化ガスである二酸化炭素を排出しない、水素燃料を使う。 ゼロエミッション航空機を2035年までに事業化する構想を2020年に発表した。機体全体は従来の旅客機と似ているものの水素を使うガスタービンエンジンのジェット機やターボプロップ機のほか全翼機の3モデルを想定している。このほか2020年4年にかけてハイブリッド型電動航空機 e f a n c の実証試験を ドイツのシーメンスやイギリスのロールス・ロイスと共に取り組んだ。1979年に東亜国内航空から A300 を受注し、1987年には全日空グループから A320CEO を受注した。1995年には同社から A321CEO も受注した。さらに2001年になると日本での販売を促すために、 エアバスジャパンが設立された。日本のエアラインにおいてジャスを吸収した日本航空グループや a n a など大手が保有するジェット旅客機は次第にボーイング製の旅客機がエアバスの総代理店を手掛けていたことがあった。ちなみに、創日のもう一つの前身日照祝いがボーイングの代理店である。のつく機体はすべてのモデルを含む 2018年12月31日現在のデータ。エアバス A310MRTT 給油を行うため、ドローグを放出し栄光している状態である。2020年2月4日、航空機の売買契約をめぐり世界各国の政府、関係者らに賄賂を繰り返していた問題で、米英物の捜査機関と契約4300億円の罰金を払うことで合意したが、 日本にいる関係者に違法な金が渡った疑いがあるとの報道は事実ではないと否定した。トゥールーズ空港に隣接する主要なエアバスの工場。ありがとうございます。